洋信は中華民国の司法官、政治家、北京政府で司法部門の要人となった。字は次の。新末に日本に留学し、早稲田大学を卒業して法学士の称号を取得した。帰国後は、政庁において法科進士となり、法部院をい大理院水事を歴任した。中華民国成立後の1912年、新法典編纂会長サインとして、 法典編纂作業に参加した。また、代理員、第一、庭庭町にも任じられている。同年冬には、司法会議会員となった。翌年夏、総統府軍事法律顧問、県の家司法人委員会審議委員も兼ねた。1915年11月、司法官懲会委員会委員となる。遠征外死後に、楊新湾岸岸派に属し、1918年夏、 高等捕獲新圏長主席表示も兼任した。同年秋には理委任長兼高等捕獲新庁長,長長に昇進している。しかし1920年に安直戦争で暗記派が敗北すると、要は直霊派から暗記派住居党の一人として逮捕令を発せられてしまい、女女僧らとともに日本公使館に逃げ込んだ。1922年、陽心は ダンキズイの秘書長となり、ダンが復権した1924年12月には、臨時法制委員,委員長に任命された。1927年6月、反副内閣の司法総長に任じられ、翌1928年2月には、代理委員長に転じた。なお、洋信は、北京政府最後の代理委員長である。同年6月に、北京政府が崩壊すると、国民政府が、 陽の逮捕令を発したため、陽は、天津の日本疎開に逃げ込んだ。その後は聖火への復帰を果たすことなく、1935年8月27日に死去、去年52、ありがとうございます。